ロボットの顔をですね、こういうふうにですね、実はその仮面であって、その中に素顔の生物の顔があるってイメージを、おそらく初めて視覚化したのはですね、長野守のファイブスターストーリーズの第2巻ですね。モーターヘッドジュノーンっていうのが出てくるんですけど、そのジュノーンの、これがジュノーンの顔なんですけども、これの仮面が剥がれたらその中に素顔があるっていうですね、かなり衝撃的なシーンがあるんですよね。それまではですね、この仮面を剥がれて動けないはずの、もう壊れてるはずのロボットが一人で再起動して動き出すというシーンもこのジュノーンであるんでですね、おそらくなんかこのあたりの強いイメージっていうのがエヴァに影響を与えてるなと思うんですけどもね。一つの映像を作るには、やっぱその前にいろんな文脈があって、その文脈を辿っていくとですね、この辺を村上隆が言うと、それはもう現代アートと同じですよって言うんですけども、いやなんかそんな高級なもんじゃねえなって思うんですけれどもですね、でこの仮面の奥に素顔があって、そこの奥に不気味な目があるっていう、仮面の奥に顔があってそこに不気味な目があるっていうのは、今言ったように文脈というかですね、脈々と受け継がれるアイデアみたいなもんで、やっぱバトンタッチして次の世代次の世代に伝えていくんですね。で、今のは80年代のオタク文化で語りましたけども、じゃあ2018年どうなってるのかっていうと、約束のネバーランドという漫画がありましてですね、その中でですね、やっぱ出てくる鬼っていうのがこうお面をかぶっていて、そのお面の奥にですね、目がある。というふうなですね、描写があるんですね。だから、この約束のネバーランドにですね、今、引き継がれていくわけですね。ファイブスターストーリーで出てきた、まあおそらくそれも、初めて思いついたのはないんでしょうけども、ロボットの奥に実は素顔があるというのがエヴァンゲリオンになって、で今はそれがもっと人間サイズになっていって、喋る存在として、約束のネバーランドの中の鬼として出てくるというような、ストーリーになっています。ぜひぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。